本健一さんです。ここはスペイン、バスクカントリーということで、ベアサイン、ここね、F ミラクウルトラトレイルの、まあ、拠点になる場所です、ね、昨日は走られました。お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ結果から言うと、まあ、139キロのところでね、足にちょっと痛みがリタイアということになりましたけれども、リタイアって珍しいですよね。今は大丈夫ですか？ちょっと落ち着きましたか、怪我の方は。まあ、縦にひねった捻挫だったんですけど、うん、今の方が痛いですね、昨日よりか。昨日まで走ってる時の方が歩けていたんで、うん、よかったですけど、まあ、僕いつもこの照準を合わせたレースは、うん、まあ、今まで完走してきたんですが、うん、まあ、今回本当にこうなるとは全く思ってなかったので、そうですね、今までが幸運だったっていうのもありますし、うん、まあ、本当に何とも言えない気持ちです今は。ね、ちょっとそういうところで、まあ、昨日の話を聞くのもちょっと蒸し返すようで申し訳ないのかなと思うんですけど、いやいや、ちょっと、まあ、考えなきゃいけないことなんで、そういうところを、ね、ちょっと簡単に、まあ、こう振り返ってみると、ね、スタート前は山県らしい走りということになるのかなと思って、ね、皆さんも、ね、チームの皆さんもそんな風におっしゃってました。スタート後も、ね、10位前後ぐらいから少しずつ上げていくというような感じ、まあ、順位あんまり意識してらっしゃらなかったかもしれないけれども、うん、暑かったですからね、確かね。確かに暑かったですね、もうすごい汗かいて、久しぶりにこんな汗、真夏の日本での平地でのトレーニングかっていうぐらい、もう全部衣類もびしょびしょで、靴下までびしょびしょで、靴の中までズブズブする感じで、汗で本当に汗で、まあ、ほんでどこの他の選手見てもみんなやっぱり同じで、うん、もうびっちょびちょで走ってて、うん、まあ、これがバスクなのかなっていうところから入って、うん、ただいつも1時間2時間ぐらいは、まあ、様子見ながら走って、そこから調子良くなっていくんですけども、うん、今回は、まあ、最初はちょっと体がなんかふわふわした感じだなっていうのはあったんですけど、うん、なかなかそれは抜けずに、うん、でかつちょっと足の方、膝の方が、うん、右膝ですけど、うん、ちょっと昔からの痛いところが、うん、なんか今回は下りでちょっと気になってしまっていて、まあ、リズム乗れないまま夜に入ってしまいました。なるほど、うん、70キロぐらいのところだ、トロサっていうところでも、まあ、かなり、ね、リラックスした感じで順調なのかなと思ってますけど、捻挫をどうも30キロあたりでしてたようで、うん、でもそれも全然気にならなかったんですよ、そこまでは。ちょっとまあ違和感あるかなぐらいで、で僕の今回そもそもこのレースの、まあ、目標というか目的というか、うん、テーマというものが今回はですね、うん、このバスク来て思ったんですけど、はい、このすごい人が明るいんですよね、はい、明るくてその応援をすごいんですよね、応援が、うんうん、でその人たちを楽しませようっていう気持ちで走ってたんですよ。楽しんでくれれば僕にもそれが帰ってきて、はい、僕も力をもらえるかなと思って、はい、僕人から力をもらう、うん、もらって走る人間なので、うん、サポートのみんなもそうですけど、うん、だからそういう気持ちで走ってたんですよね。じゃあ自分の走りどうこうっていうよりも、自分の走りはそれでこう自然と馴染んでくるのかなっていうふうなことを思ってたんですけど、うん、まあ、そのバスクの方々を喜ばせるっていうのは割とできたかなと。バスク語も少し勉強したりして、うん、話をして、ただやっぱりその違和感の方がなかなか取れずに、そこでなんかこうすっきりリズムに乗れなかったですね、うん、朝になりもうお昼近くなってきて、うん、まあ、山をね、チンドキやつに見えてますけど、うん、あれをあそこ越えて、でいよいよアイスコリーっていうもう一つの大きなピークが見えてきた時に、うん、やっぱここはもうまずいかなということになったということですね。そうですね、だいぶ進みが遅くなって、うん、痛みも増して、うん、もうちょっと平地でも上りでも下りでも
ちょっと足をつくと痛い状態になってしまったので、かなり最後に大きな山この足の状態で行って大丈夫かなっていうのをもう考えましたね。もう危険、やっぱ危険だと思いますんで、で、あの事故が、ね、起こるかもっていうふうに自分で思ってしまったので、うん、そこは本当に辛かったですけど、やっぱり、そうするとまあ午前中ぐらいからどうしようかどうしようか、うん、どうだったんですか、悩みながら進んでいたのか、あるいはやっぱこの時点でここに着いた時点で我に返ってみるとこれはと思った。いやもう絶対ゴールするぞと思ってたんですけど、うん、その139キロ手前10キロぐらいですね、うん、これはちょっといつもと違うなというふうなことで、次のアイスコリ登るか登らないかっていうのを迷い始めて、うんうん、で139キロのエイドで、うん、まあ、ドクターと相談しながら、そこに現地にいるドクターですね、ちょっと相談しながらいろいろ考える中で、まあ、天候とかも見たりして、うん、まあ、ここかなと、だいぶ悩みましたけどね、そこは。ただまあちょっと話戻って、うん、バスクの人を喜ばせようっていうテーマがあったということですけど、めちゃくちゃ陽気ですよ、まあね、僕はここ健一って書いてあるんですけど、はいはい、みんな山本って言ってくれて本当にそれはすごい力になって、うん、答えたかったんですけどね。あの膝のねテーピングされてて、で僕はちょっと不覚にも最初は気がつかなかったんですけど、人というか一緒に取材してるチームとか地元の人と話して教えてもらったんですけど、ね、バスクのフラッグカラー、そうなんです、緑、赤白、ね、この3色綺麗にしてあって、はい、あれはやっぱり山本さんの自身のアイデア。あれはトレーナーのエッチュさんと相談して、はいはい、結構時間をかけてですね時間をかけて何に一番貼るのに時間をかけたかっていうと、そのカラーリングと、はい、そのあれですね、こう組み合わせ方をどうするかっていうので一番僕らは頭を悩ましたんですけど、はい、まあ、悩ましたというかワクワクしたんですけど、はい、で、はい、ああいうカラーにああいう貼り方にしてもらって、はい、バスクカラー、はい、うん、まあ、そこから攻めてったんですけどね。次のチャレンジとか聞くにはまだ早すぎるのかなとは思いますけれども、次はですねもう本当に直近で、はい、夏休み入ったらすぐ生徒が今度全国大会インターハイに出場しますので、その合宿から大会当日まで、大会終了までか、それをやっぱり生徒の今度は夢を叶えるためにそこに全力でサポートしていきたいと思いますので、まずはこの捻挫をなんとか動ける足にあと10日かなんぼでするということが直近の目標です。その先のことは全くわからないです。もう来年も、まあ、楽しいことをしたいですけど、でもちょっと今はいろいろ検査もしたりしなきゃいけないですし、あの落ち着いて、トレイルランニングに関しては落ち着いて考えたいなというふうに思ってます。学生徒の皆さんのきっと今回の山本さんの経験がまた大きなメッセージに、ね、うん、何かなる、まあ、これを、はい、これを失敗と思わずに、うん、これでただ後悔だけで終わると本当に失敗なんで、あのこの失敗を、まあ、次へのステップですね、はい、まあ、よく言われることですけど、うん、でもやっぱあれですね、そこゴール、はい、来るけど、ね、こうちょうど目の前を選手が時々通ってます。やっぱゴールですね何を置いてもゴールしたいです、うん、もうどんな時間どんな順位でも関係なくね、やっぱゴールって本当に、まあ、いいところだなっていうのは思いますね。だからそこを目指して、うん、また努力したいですね。願わくば、ね、次回のチャレンジもこんな形でお伝えできたらなと思ってますので、はい、ぜひ山県のチャレンジは続くということで、また楽しみにしたいと思います。よろしくお願いします。お疲れのところありがとうございました。どうもありがとうございました。瞳見てるか結婚おめでとうもう遅い